はい、銀ちゃんどうですかね、今回は。はい、今回はですね、役者生命、スカッシュ生命をかけてると言っても過言ではないです。あの、僕はメガネがちょっと壊れちゃったんですけど、はい、それを買わずにですね、役と向き合ってきたので、その辺を見てもらえたらなと。そうですね。買える時間なかったですもんね、本当に。メガネを買う時間は全くなかったですね。俺ずっと言ってましたもんね、そのメガネはやばいと言ってたのに、はい、買わないでやっぱり役作り込んでいました、ね、ただ僕はそのメガネを買わずにここまでやってきた成果が出てると思ってるんで、はい、あの本当に あの人メガネ買わずに頑張ったんだなと思ってもらえたら、あの、嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。そうですね、とうとう明日からなんですけどね、はい、今回はやっぱりその、まあ、お芝居ってそもそも嘘なんですけど、今回はその嘘をつかないっていうのに僕は挑戦してるんで、そのやっぱりお芝居しててなんかちょっと自分の気持ち以上に頑張ったりすると、演出家からそのお前はちょっと今つまんなかったねって言われちゃうんですよ。だから今回嘘をつかない僕のお芝居っていうのはね、見ていただきたいです。はい、今回の意気込みを教えてください。俺はね、不具合を起こしちゃったんで、それこう挽回できるようにやりたいなと思いますよ。不具合起こしちゃったんですか。いろいろね、ちょっとねガチャガチャっとなっちゃったところがあるんでそこをね、スッと一本通していきたいなと思ってます。じゃあ本番は不具合出さないようにお願いします。やってやりますこんにちは。今回ですね、あのサニー、僕はね本当にスカッシュであの最高傑作作っちゃったんじゃないかなって、代表作になるんじゃないかなこれって今思ってるんですよ本当に。この前言ってたよ、電車でさ、俺の前でさ、ゆうや、マミー代表作になっちゃうかもしれない。いや、ほんとそう、ほんとにそう思ってる。これほんと作戦がね、ほんとにいくつも散りばめられててね、もう思ってんのよ、そういう風に。ほんとにだから、ほんと思ってるから。はい、聞きましたけど。面白いから、絶対確かめに来てほしい。確かめに来てほしい、それは。うん、思ってるから、俺が。じゃあ、見に来てくれた人に、なんか一言。見に来てくれた君、その感想あったらツイッターに書いてね今回あのゲストで登場する上田理恵さんです。よろしくお願いします。どうですかね、どんな感じですか。まあ初めてスカッシュに参加させていただいたので、いろいろ稽古で学んだこともいっぱいあるので、それを楽しみながらやりたいなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますこれはね本劇場に入るとね、うん、洋服をいっぱい持ってくるんだパンツにパンツにパンツに T シャツにタオルに靴下にね、こんなタンクトップまでね持ってくるんだ、着ないのにね。